第二次世界大戦中の欧州戦線、押し寄せるソ連軍戦車を片っ端からスクラップに変えていった男がいました。彼が撃破した敵戦力、戦車500両以上、装甲車トラック800両以上、人類史上最も多くの地上戦力を破壊したのみならず、戦艦まで沈め、空戦をさせればエースパイロット、2530回出撃し、30回撃ち落とされるも、その全てに生還。アンサイクロペディアに嘘を書かせなかった男と呼ばれた彼は、再び戦場へと舞い戻り、呼吸をするかのように戦車を破壊していくのでした。こんにちは。皆さんはアンサイクロペディアというサイトをご存知でしょうか。ウィキペディアのパロディ版のようなサイトで、あることないことを誇張して書かれているのが特徴です。例えば、日本野球界のレジェンドイチローは、アンサイクロペディアではこのように記述されています。イチローとは、日本における首都殲滅のための人造人間であり、野球の神様であり、世界の誇りである。現在、メジャーリーグの31チーム全球団に所属しており、同時に試合をこなしている。超人的な速度で走っているため、足が見えないのはまだ可愛いもので、こちらには、前世紀のイチロー、今日は調子が悪い、とありますが、初回、1番バッターでいきなり満塁ホームランを打っているところに、イチローのチートっぷりが詰まっており、最終的に人類は滅亡します。この究極のおふざけサイト、アンサイクロペディアに、嘘を書かせなかったと言われる男がいます。ハンス・ウルリッヒ・ルーデル。第二次世界大戦中、ソ連軍との戦闘に従事していた彼は、ドイツ空軍の急降下爆撃機のパイロットです。そんな彼をアンサイクロペディアで調べてみると、牛乳を飲んで出撃する毎日を送っていたら、いつの間にか戦車519両を撃破し、世界最強の戦車撃破王になっていた。航空機も9機撃墜しており、爆撃機パイロットの分際で、れっきとしたエースである。かつ、30回撃墜されているので、非撃墜王でもある、とあります。一見すると、アンサイクロペディア特有のネタのようですが、一方、ウィキペディアには、ソ連戦車500両以上と800台以上の車両を撃破する戦果を挙げた。しかもこれは確認できた戦果であり、実際には無断で出撃したり、部下に戦果を譲ることがあったとされるため、正確な数は不明である。また、少なくとも9機を空中戦で撃墜しているため、エースパイロットの一人にも数えられる、とあり、ほとんど差がないどころか、アンサイクロペディアの方が控えめに書いてあるようにすら見えます。彼の戦果はあまりにすごすぎ、アンサイクロペディアなのに誇張がほとんどないという前代未聞の事態となっているのです。チートを使ってもここまで強くならんわという、今回はいつもとちょっと違うテイストでアンサイクロペディアに嘘を書かせなかった男、魔王降臨について解説します。ハンス・ウルリッヒ・ルーデル。1916年7月2日生まれ。8歳の頃に母親からもらったパラシュートのおもちゃで遊んでいるうちに空に憧れを抱き、パイロットを目指します。1936年12月、士官候補生として倍率100倍を誇るドイツ空軍学校に一発合格し入学。当初は花形である戦闘機乗りを目指していましたが、卒業間近に今年の卒業生は全員爆撃退役という噂が流れ、しかもそのタイミングで第一次世界大戦のエースパイロットでありドイツ軍の英雄だったヘルマン・ゲーリングが、我々は新編成の急降下爆撃隊のため多くの操縦者を求めていると盛大に演説をぶちまかしているのをたまたま聞いてしまい、ピュアなルーデル青年はならば仕方ないと急降下爆撃隊を志願。ところが蓋を開けてみればルーデル以外は全員戦闘機隊に配属。後にルーデルは、噂を信じて馬鹿正直に志願してしまったものだ、しかし最初は嫌々だったが、配属されて手中下を実際に操縦してみた途端、すぐ普通科隊にいること自体が至上の幸福として感じられるようになったと語ります。もし彼がこの時噂を信じずに戦闘機隊を志願していたら、後の戦車破壊王も誕生していなかったのかと思うと運命の不思議を感じてしまいますよね。まあもっとも彼の場合、戦闘機乗りになっていたらそれはそれで岩本鉄道張りの化け物になっていた気もしますが、この時からルーデルの愛機となったのはユンカース87スツーカ。速度や機動力は当時の戦闘機の半分程度しかないものの、頑丈な機体と反復攻撃をこなせる実用性を併せ持つドイツを代表する急降下爆撃機です。第168急降下爆撃航空団に配属され、シュツーカの扱いにも慣れた頃、ルーデルは不本意にも偵察部隊である第121長距離偵察飛行隊に転属を命じられてしまいます。このことについて後にルーデルは、
うざい上司が偏屈者の自分を厄介払いするために転属させたと述べています。1940年、ドイツがフランスに宣戦布告すると、ルーデルは念願のスチューカ隊へと戻りますが、上司との折り合いが悪いルーデルは、暇さえあれば牛乳を飲んで体操している変人として、クレタ島侵攻で皆が慌ただしく出撃している傍ら、居残りを食らっていました。まあつまり、この頃は未熟なパイロットとみなされており、地上待機の予備パイロット扱いだったわけです。すごいですよね。後の魔王も居残りになっていた時期があるんですね。この境遇についてルーデルは、出撃命令でエンジンがうなり出すたびに拳を耳に詰め込みたくなる、普通科隊はクレタで歴史を作っている、そう思って私は悔しさに男泣きに泣いたと語っています。拳を耳に詰め込みたくなるとか、日本語訳が本当に合っているのか不安になるレベルですが、後に上司からの休暇命令に背き、書類を偽造してまで出撃を重ねるようになったのは、この頃のトラウマが原因と言われています。1941年6月22日、独ソ戦が始まると、翌23日バルバロッサ作戦において、ついに初の戦闘を経験。今までの鬱憤を晴らすかのように、ソ連軍戦車を破壊しまくり、初出撃から1ヶ月も経たない7月18日に一級鉄十字章を受賞。ここから空の魔王の伝説が始まります。そのいくつかをご紹介していきましょう。まず彼の戦果記録ですが、戦車519両、装甲車トラック800両以上、火砲150門以上、装甲列車4両、戦艦1隻、駆逐艦1隻、共同駆逐艦1隻、上陸用舟艇70隻以上、そして航空機9機。前回の動画でも説明しましたが、5機以上撃墜しているので、爆撃機乗りにもかかわらずエースパイロットです。さらに彼の恐ろしいところは、部下のために戦果を譲っておいてこの数字、実際の戦果はこれよりもさらに多いと言われています。これも前回の動画で説明しましたが、日本でもアメリカでも普通は戦果を課題に報告しがちになるので、実際の戦果は意外と少なかったなんてことがよくあります。しかしルーデルは逆なんですね。ついにはスターリンからソ連人民最大の敵と名指しで賞金首に。彼にかけられた懸賞金は10万ルーブル、現在の日本円にして約数億円。もうめちゃくちゃ狙われているのに、それでもルーデルは出撃することはやめません。総出撃回数は2530回を記録。これ計算すると、戦争中欠かさず毎日2回出撃していることになります。もう完全に現代でいうところのワーカーホリックです。それだけ出撃していると逆にやられる危険も多く、実際ルーデルは30回無調とされています。ただ彼のすごいところは、やられたのは全て対空砲によるもので、戦闘機との空戦に負けて落とされたことは一度もないということ。そしてその30回全て生還しただけにとどまらず、部下を救うためになんと少なくとも4回は敵地に強行着陸を行っています。ある日部下を救うため敵陣地に不時着したルーデルは、部下を引き連れて2日かけて味方陣地まで歩いて帰還します。血まみれ泥まみれのルーデルに対し、すぐさま本国に帰還し入院せよとの命令が下りますが、もちろんこれを速攻で無視。理由は、帰れる気持ちになれない。それもそのはず、ソ連が調子こいてルーデルを仕留めたとラジオでプロパガンダ放送を垂れ流しまくり、ルーデルはマジギレしていたといいます。この事件が元で味方飛行場以外での着陸を禁ずるという前代未聞の命令が下されるも、ルーデルはそれならばということで地表を滑空しながら部下を引っ張り上げて救出し、着陸することはなく目的を達成してしまいます。一休さんのようなトンチで返してくるルーデルに対し、かのアドルフ・ヒトラーもついに、本当に死んじゃうからもうこれ以上出撃しないでと懇願するも、もちろんこれを完全無視。出撃するたびに戦果を上げてくるルーデルに対して次々に勲章が与えられるのですが、あまりにも戦果が多すぎて、ついに彼に与える勲章が尽きてしまいます。そこで彼のためだけに新たに黄金カシアバ剣付きダイヤモンド騎士鉄十字勲章なる勲章が作られたのですが、ヒトラーを前にルーデルは、もう二度と私に飛ぶなと言わないのであればその勲章を受け取りましょうと言い放ち、勲章とともにまた出撃していったのでした。さてルーデルの愛機シチューカは2人乗りで、操縦手の他に後部機銃手が乗るのですが、ルーデルの相棒を務めた最も有名な人物がガーデルマン。
魔王の相棒を務めるとなるとそれ相応に大変だったようです。とにかくソ連のことが嫌いで嫌いでたまらなかったルーデルは、休暇中も書類を偽造して出撃、撃墜されて病院送りになっても病室を抜け出して出撃。冷静に考えるとこれガーデルマンもワーカーホリック上司の負け添えを食らって出撃していたことになりますよね。そして例のごとく対空砲によって撃墜され、後部座席に座っていたガーデルマンともども重傷を負ったルーデル。ところがルーデルは歩いて味方陣地へと帰還、先に救出され肋骨3本骨折の治療を受けていたガーデルマンを見つけるや否や、休んでいる暇はないぞガーデルマン、さあ出撃だと彼を引きずって格納庫に向かい、撃墜されてから数時間後には戦場に舞い戻り、自らを撃ち落とした対空砲を思う存分破壊したのでした。ガーデルマン、殺しても死なないと思われたルーデルですが、一度だけ本当に死にかけたことがありました。1945年2月8日、飛行中に敵の対空砲で撃たれ、右足が吹っ飛んでしまいます。出血多量で意識が遠のくルーデル。しかしその時、後部座席のガーデルマンが、何休んでるんだ、気絶している暇があったら操縦桿を引け、とルーデルを怒鳴り続け、なんとか帰還。これ、完全にあの時の恨みが入っていますよね。しかし、医者でもあったガーデルマンは、着陸後、ついに意識を失ったルーデルを炎上する機体から引きずり下ろし、止血を施すことで彼の命を救っています。なんだかんだでいいコンビだったんですね。さて、見舞い客が病室を訪れると、珍しく泣いているルーデル。指し物魔王もさすがに片足になったら辛いのだろうと慰めの言葉をかけると、足はまだ一本残っているからどうでもいい。そんなことより、言わんどもの戦車をしばらく撃破できないのが悔しい、とのこと。しばらくと言ってる時点でまた出撃する気満々ですよね。普通足一本なくしたら引退しようと思いません？とにかくソ連のことが嫌いで嫌いでたまらなかったルーデルは、右足を吹き飛ばされてからわずか6週間後に義足を装着して出撃。まだ入院していることになっていたので呼吸をするかのように書類を偽造して出撃したのですが、後日この無断出撃がバレてしまいます。その発覚した理由というのが、誰が破壊したのかわからない戦車が多すぎたため。理由がえげつない。しかしそんな魔王にもついに避けることのできない終わりが訪れます。1945年5月7日、ドイツが連合国に無条件降伏。ドイツが降伏したことを知るとソ連なんかに捕まってたまるかと残存航空部隊を率いて愛機の手中下に乗って脱出。バイエルンのアメリカ軍基地に強行着陸してそこで投降します。投降したルーデルは連合国軍から執拗に尋問を受けるのですが、最もしつこく質問されたのは彼の手中下にはどんな改造が施されているのかでした。ルーデルは高射砲に落とされたことはあっても、戦闘機に撃墜されたことはただの一度もなかったので、さぞかし凄まじい改造をしたに違いないと想像する連合国軍将校に、戦車の装甲をぶち抜けるよう37ミリ機関砲を外付けしてもらったと回答。速度や機動力が戦闘機の半分程度しかない鈍重な手中下に重い機関砲を2門搭載してさらに鈍重化。それで敵戦闘機に狙われて生き延びられるわけがないと指摘する連合軍将校。するとルーデルは、何がそんなに不思議なのかね、私にはこれという秘訣はなかったのだが、一つ上の世界で生きている魔王には人間の考えなんてわからないですよね。戦後はしばらく拘留されるも戦犯に該当することもなかったため釈放。その後、義足でありながら登山やスキーなどのスポーツに精を出し、世界で5番目に高い山にも3度登頂し、アルペンスキーの南米大会では金メダルを獲得。21歳年下のお嫁さんをもらい、戦後もそのチートぶりを遺憾なく発揮した後、1982年12月18日、66歳でその激動の人生に幕を下ろします。前回の動画で紹介した202機撃墜の日本海軍のエース岩本哲三もチート級の凄さでしたが、ルーデルはそれをも上回る、まさに魔王と呼べる存在でした。しかしそのような怪物がいたとしても戦争には勝てないという現実を見せつけられた形でもあります。戦争とは一人の英雄によって作られるものではなく、総合的な国力によって決まるものであるということを岩本哲三やルーデルは教えてくれたのかもしれません。見せてもらおうか、ジェット戦闘機の性能とやらを。日本全国を焼き尽くした B29、
強力な防護機銃を備え超高高度を飛行する B-29 を迎え撃つため、日本は新型戦闘機の開発を進めますが、実戦を迎えることなく終戦。当時最新鋭だったジェット戦闘機と B-29 の戦闘は起こらないかのように思えましたが、それから間もなく両者は新たな戦場で相まみえることになります。レシプロ戦闘機より圧倒的に高性能なジェット戦闘機が B-29 と戦うとどうなるのか、その結果とは。次回、学校では教えてくれない世界史、空中回廊の遮断。